皆さんこんばんは。ラベンダーの田中麗奈と岡田麻里奈と魚住ゆきと宮沢麻里です。私たちラベンダーは2月24日にセカンドシングル宝物偽りを発売したわけですけども、はい、無事リリースイベント終了いたしました。イエーイ、お疲れ様でした。来てくださった皆さんありがとうございました。いや、このラジオで福岡行きますみたいな、はい、確か言ってたんですけれども急遽予定が変更になりまして、ね、ちょっとね福岡の方には行けなかったので、次は絶対にね5月にあるライブで福岡に遊びに行きたいと思いますので、はい、福岡の皆さん、九州の皆さん、ぜひそこのライブには遊びに来てほしいなと思います、はい。そして私田中麗奈は4月8日から17日まで主演ミュージカル不思議遊戯に出演いたします。場所は池袋アウルスポットにてやるんですけれども、稽古も始まってきまして、昨日かな、多分顔合わせ終えたところで、はい、まあこの人たちがもうすぐ仲間になるのかと思いながら、そうそう顔合わせしたわけですけどもね、はい、仲良く楽しくやっていけたらいいなと思いますので、皆さんぜひ見に来てください。はい、そして私とギターの魚住ゆき、宮沢麻里奈と、同じ事務所のビタスイートというユニットと5人で、現在ラベビタ EX ライブツアー2016春、開催中です。残すところ3月26日が西川口ハーツ、4月2日が渋谷サイクロン、4月9日ライブスクエアセカンドライン、はい、で行いますので、これもナース服でね歌ったりとかちょっと独特なことたくさんやってますので遊びに来てください。よろしくお願いします。そして先ほども言いましたが、5月からライブツアーが始まりまして、福岡は6月18日土曜日、会場はドラム3にて行います。詳しくはラベンダーのホームページをご覧ください。今夜もどうぞ最後まで聞いてくださいね。さて、それではまず視聴者からのメッセージご紹介したいと思います。はい、ラベンダーの皆さん、あ、ごめんなさい、ラジオネームほのちゃんさんからです。ラベンダーの皆さんこんばんは。こんばんは。毎回楽しみにラブ音を聞いています。この間レイナちゃんがブログに常に自分に満足できんけん成長し続けたいと書いていましたが、はい、私も何かにチャレンジしたくて最近資格の勉強を始めました。今の職業関連の資格なので働きながら通信でお勉強しているのですが、学生時代あれだけ嫌だった勉強が働き出した今じゃ楽しくてたまりません。ラベンダーの皆さんは最近チャレンジしていることや今後チャレンジしたいこととかありますか？あと最後に勉強頑張れるよう皆さんで頑張れーなしてくれると嬉しいです、ということです。最後にしたら忘れてたけど今言おうか。そうですねせーのって言うね。はい、せーの、頑張れーなー。はい、ということで、はい、ということですねチャレンジしたいこと、そうですね、チャレンジしていることでもいいそうですよ。している、したいこと、したいことか、したいの、スノーボード遊びやん全然関係ないやん。資格とかじゃないとダメですか？資格、そういうことじゃん。資格、お魚検定取るっていう目標を今年立ててます。何、なんか魚に関する知識みたいな、さかなクンさんいるじゃないですか、その人が教授やってて、その人結構その上の方なんですよ、お魚検定の、まあ、そうだろうね、あんだけテレビでね、結構難しいみたいですね。魚ちゃんになるの？魚ちゃんに、いや魚ちゃんにはならないでしょ隠れちゃん完全にでもすごいかもね、それ取れたら、うん、そうですよね、うん、結構な、でもみんな受けてます。なんかこう釣り人の人たち結構、どうって言うよ、難しいって言うよ、なんか私アイドルの子に聞いたんですけど、うん、結構難しくて落ちちゃったみたいな、年に1回しかないんでチャンスが、そうなんですよ。だからもう夏なんで、6月なんで、そろそろ勉強し始めないと。いや今から遅いっちゃうのか、しとけよ。3ヶ月。いや3ヶ月遅いよね。どうですかね。舐めてんだろう。春季講習会はなってない。春季短期集中型だから。いやでもさ、受験勉強もさ、3ヶ月で受かる人とかおらんやろ。もうちょっとするやろ、多分みんな。半年ぐらいはした方がいいじゃない、せめて。ちょっと遅いですかね。ちょっと3ヶ月足りないね。受講料、受験料っていうの？受験料はかかる。6000。結構するじゃない。そんだけ受けるの、はい、そんだけかかるんだったらやっぱさ、絶対受かってやるって気持ちでさ、ね、頑張った方がいいよ。分かった。勉強しないなこれはいや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 、そんなことないよ。しそう、なんか魚のことに関してはしそう勉強しますよ、ね、魚のことなんかありますか、お三方は。ワインが好きだから、ソムリエ検定とかなんか持ってたらかっこよくないですか？かっこいい、ソムリエ か、 できる人っぽい、なんか女、じゃああれにすれば日本酒の検定、
お酒お酒どんだけ飲んでるんだよ。いや日本酒っていうよりはウイスキーかな。ウイスキーかな。ハイボールってウイスキー？ウイスキーです、ね、ウイスキーいつも飲みようもんね。はい、へえ。そういうね検定とかね持ってたらなんかおーってなるよね、うん、将来的にね、うん、なんかね取れたらいいですよね、うん、ですね、うん、はい。それでは続いていきます。ペンネームオリバーさんからいただきました。ラベンダーの皆さんこんばんは。こんばんは。突然ですが変わったあだ名をつけられたことはありますか？私は学校でオリバと呼ばれています。なぜかというと名字が小川なのですが、小川の川を英語で言うとリバーなので、小川の鬼リバーでオリバーということです。かっこいいよ。もし変わったあだ名がなければメンバー同士で少し作ってみてくださいということです。エレナまともなやつを逆に作ってほしい。変なのばっかやったけん過去。何ですか何ですか？あ、髪。あ、髪。あ、これじゃゆえん、うん、あのトイレの大きい方。はい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 。小学校の時に髪の毛が茶色だったけん男子がうわお前さーみたいな、そんなにそんなに綺麗な付け方とか、あと総長とか。総長。総長。総長、あのそうそう、なんか知らんけど、なんか暴走族って思われてたみたいな。総長。総長。なんか変な頭ばっかり、そういう系ばっかりやったね。なんかレディースの頭みたいな、ヤンキーとかそんなばっかり。マリンは前言ったと思うけど、ここに眉間にニキビが入ってきた。インド人って言われた。それは同じく私もほくろあるからインド人。インド人やっぱ発想一緒ね子供ね。単純ですよね。可愛いなまんまの。そうそう、でも結構傷つくよね子供の頃は。そうですね。一回私あの階段早登り競争で頭打って MRI 入ったって話したじゃないですか。その時に頭の傷ってだんだん落ちてきちゃうんですよ位置が。だからこう頭全体がもう本当真っ黄色っていうか、全体的になんかもう内出血しちゃってて。いったで、そのね、だんだんなんかこう下がってくるんですよ傷が。なんか色が、え、顔の色がなんかすごい悪い人みたいな感じで、でも私学校休みたくなくて学校大好きで、なんか負けじと通ってたんですよ毎日。その時ゾンビって言われて本当に本当によく負けなかったなと思いますね。ゾンビだね。めっちゃショックですよね。傷つくわそれは。傷つく。化粧もできんしね学校とか。そうなんですよね。ゆきちゃんは？私はねあのシャークオンダーツとか、ああのワンピースのアーロン、前も言った、言ってた、言ってましたね。魚住だからって言って半魚人とか、なんかなんだっけシーマンって言いましたよね。あ、痛い。シーマンとか言われて、あの喋るゲームみたいな、おっさんみたいな。ありましたね。そうですそうです。シーマン、結構みんな悲惨な名前ですよ。かっこいいよ。いや結構いいですよ。オリバー、オリバー、なんかディズニーにあるやんそういう名前。オリバー猫の。あったよね。いいよこの名前、可愛いよ。めっちゃいいですよ。自信持ってください。自信持った方がいい。自信持って。自信ないっていうメッセージこれ。いや自信なくない。みんなはどんな名前ですかっていうメッセージ。趣旨が違う。違う違う。素敵だと思います。自信あったよ。はい。じゃ続いていきます。ラジオネームはないですさんからです。はい。ラベンダーの皆さんこんばんは。こんばんは。ここで質問があります。僕は今高3です。そしてつい最近3年間バイトしてきたスーパーへの就職が決まりました。保育士か介護士で迷っていましたがスーパーに決めました。以前ね、前くださいましたよね。その子で、あの方だと思います。理由は3年働いて従業員の人たちが優しかったのと働いてて楽しかったからです。でも4月からはバイトから新入社員と立場が変わります。店長に怒られることもあると思います。僕はメンタルがかなり弱いです。すぐに悩んだり考え込んだりしちゃいます。そんな時気にしない方法やメンタルを強くする方法などありますか、教えてくださいということです。もう心の持ちようよね。そうですね、そうですね。そんな時はメンタルリセット。あ、知らないこのネタ知らない。分かんない、なんかタイムラインに書いてなかったリセット。あの格付けの番組でガクトさんが言ってた。あ、そうなんだ。メンタルリセットね。なるほど。どうですか。え、どうですか。気にしない方法。ねえ困ったけどレイナに言って。レイナはね最近ね、これまたね舞台にちょっと話やけどね、あのオカマの役のやつおりや、塗り子っていう、はい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 、オカマがいつも台本でやってくれました。私がよくやってるやつ。あの人のセリフにね、その舞台中にはないっちゃけど、あのもっと先に言っと話やけん、ね、その人が内容言っていいのかな、ちょっと後で内容は言うけど、はい、なんかそういうシーンの時になんか生きてたらなんか辛いことだって笑える時が来るんだから、なんか大事にしなさいみたいな、命をみたいなことをなんかその守りよう時に言うわけよ、殺され間際みたいな時に。
その言葉がなんかすごい心に響いて、うん、なんかすごいなんかさうじうじ悩んどったこともさ何年かなんかさ経ったらさ笑えるやん、うん、今なんかあんなこともあったよねみたいな、うん、やんどったよねあの時って普通に言うよね、うん、なでその時はその時で辛いけどさなんか大人になったらなんかそうやって軽くなったりと思ったらなんか悩みようのがアホらしくなってくるっていうか、でもまだ若いやん多分そうですね高校生です、結構さ若い時の悩みってすごく大きいやん大きいって思いますよねでもなんかね年取るとなんかねそうでもなくなってくるけんなんかどん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 確かに、うん、だからあんま考えんでいいと思 うなるようになっていくけん絶対そうですね、うん、ありがたいお言葉ですまとまった田中先生のお言葉ですありがとうございます27なるけんね今年頑張ってください頑張ってね、はい続いてラジオネームうらぴょんさんからですラベンダーの皆さんこんばんはこんばんは皆さんはスマートフォンのアプリをよく使うことはあるでしょうか私はここ2年くらい音楽ゲームアプリにハマっていて暇さえあればずっとやっていますもしラベンダーの皆さんがよく使うアプリまたジャンル問わずおすすめのアプリなどあれば教えてくださいということです音楽ゲームアプリ音楽ゲームアプリなんだろうリズム天国みたいな系のなんかハロプロさんのありませんあそうだハロプロさんの見つけましたよ最近タップライブってんだそうだでもなんか私はまだダウンロードしてやったことないですけど無料の無料だったと思うなんか告知出したらもしかしたら有料かもしれないですけどそういうのって大体あのガチャ回すとき課金するあーあーあーモンストみたいなねそうそうそう感じね、うんうんうん、タップゲームしないなマリゲームといったらマリ先生ですよ、うん、私はねあれですよ、うん、ワンピースのダンスバトルをね、うん、ずっとやってますまだやってるまだやってるまだやってるうわ長いね一途だから闇の住人一途よ、うん、ありがとうございます、うん、ありがとうございますどういう感じどういう感じってあの曲に合わせて、うん、岡田に一回ちょっとやらせたよね、うん、全然できなかったんですよあそっか無理やりやらされてもうヘッドクソ無理やりやらされてめっちゃ腹立つんですよなんでここでグッとなるのしかもさ練習かとかで多分音ゲーって結構音楽重要じゃないですか、ねうん、電車の中とかで強要していくんですよ音楽鳴らせないからどのタイミングでこうしてくれるのか何も分かんないでヘッドクソお前とか言ってめっちゃ言われていやいやトラウマだよもう一回ねそれをね聞いておけば後で、うん、あこの音楽ここやなって分かるいや初めてだから初めてから無音で全部流れてきてさ分からんよねハードル高すぎる初めてだからハードル高いよでもね闇の住人レベルまで行くと無音で初見の曲もいけるんですよそれ聞き慣れとけよ初見の曲ですよあ初めての初めての新曲とか来るとこっちあこのリズムかみたいなあ分かる、まあ、全国レベルのあれですもんね全国レベルの全国何位になったことあるんだっけ9位すごくないですか私10人しかやってなかったの違うよそういうの何やってんの何人くらいやってんのあれ結構、何人だろうね何万とか行くかな行く行く行く全然すごいななんかラブライブとかもね有名ですけどねなんかあそれも携帯ゲームそうだよあそうなんだもうねラブライブはもうラブライバーの皆さんがねもうガチすぎて、うん、私は引退しましたあもうすごすぎて勝てない、うん、もう課金がすごいなるほどお金使うのかやっぱりね使わんでいいゲームがいいよねそうですね、うん、無課金で楽しめるゲームたくさんありますからね、うん、なんかぷよぷよを無料でやりたいんですよ私ぷよぷよ好きで昔から携帯のぷよぷよ確かお金かかるんですよそうかで躊躇してるんですけどそしたらもうゲーム買っちゃえばいいじゃんあの既製品のさあのハードのお金かかるよでもさそれを買うって考えたらさ課金あんまりお金かからんかも、ね、まあまあそうですよねそれに比べたら、うん、だって何百円とかですから、うんしたら、ちょっとぐらい、なんか、うん、しかもちょっと聞いてくれます聞いてるなんか昔その3000円の iTunes カードプレゼントされたんですよ私いいなーでめっちゃ嬉しいと思ってで携帯 の、 そのクレジットみたいなの入れといたんですよしたら携帯って機種変えたらあれなくなっちゃうんですか分からんもう1回も使ってないのに3000円分が機種変えたらなくなっちゃったんですけど私の携帯からそれさアカウントちゃんとアカウント一緒なの一緒そうあどうやってやればいいか全然分かんなくてじゃあなくなっちゃったんだねなんで悲しいねめっちゃ悲しいですよ聞いてみたらちょっと電子の分野でもさ3年前くらいよえ でもカードあるっちゃろまだカードはもうないんですもうあじゃああの入れちゃったんですよダメじゃんしかもあれだよね一回入れちゃうともうこれは読み込み済みですなっちゃうんだよねうわなっちゃうんだ、うん、えー
はい、終了。はい、終了。曲行こう。続いてはラベンダー日記。ラベンダーのメンバーが交代でリハーサルやレコーディングなど舞台裏やプライベートをトークしていきます。はい、はい、今日の担当は私宮沢マリンです。うん、はい、はい、なんかねちょっと今日ゲームしたいなと思って。ゲーム、あの、うん、まあ皆さんマジカルバナナご存知で。懐かしい。これやっぱ人間 の、 その どこまでどれだけ連想できるかっていうその可能性、うん、限界の可能性をそう試したくて、どんぐらい続くのかなっていうのを一回やってみませんか。これライブでやったよね。あ、やりましたね昔。あ、山手線じゃない、なんか連想するやつやったよ。そうそうそう、確か何々と言ったらっていうリズム乗らなきゃいけないですよね。そうね。なんかおかまり、馬っつったらおかまりみたいに言われたよ。そう、それ締まりましたね。あれですか、あれ、あれ、あれはね、言っとくけど連想できてないからね。間違ってるからね。みんな、あーって言ってたよ。あーじゃないの。あーじゃないよ。出ないイコール岡田と私がおかしいからね。言っとくけど。じゃあやってみます。よし、じゃあやってみましょう。どういう周りに行こうかな。マリンから時計回り。私から岡田に行きますね。はい、マジカルバナナ。早くね。あ、早いですか。マジカルバナナ。バナナと言ったら黄色、黄色と言ったら信号、信号と言ったら止まる、止まると言ったら時計、時計と言ったらアリスインザワール、アリスインザワールと言ったらウサギ、ウサギと言ったら歯が出てる、歯が出てる言ったらおかまり、おかまりと言ったらウマ、ウマと言ったらちょっと待ってください。タイム、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 はい、タイム入ります。あの、すいませんけどちょっとあのどっかが違ったと思うんですよ。巻き戻ってみていいですか。巻き戻ってみていいですか。いいよ、巻き戻って。レイナは歯が出てるって言ったらウサギと言ったら歯が出てる。あ、いいと思います。歯が出てると言ったらおかまり。あ、ここだね。おかまりと言ったら馬。まあ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 待って、歯が出てるのは認めます。歯を譲って。歯を譲って。歯が出てるのはもう出てきちゃった。出てきちゃったけど。すみません、あの、はい。出てきちゃった。あなたね、うん、馬と私関係性ゼロだから。いやだってね、絶対こういうさ、バトン渡してくるのこの人が。いや、田中さんがナイスパスしてくれたから、ちょっとそこは。レナ、ウサギって歯出てるなって。歯出てるって言ったら。このね、アシストがあったから私はゴールを決めるしかないじゃないですか。ナイスチームプレイ、イエーイ。噛みづらー、噛みづらー。しかもね、2人とも同じような格好してね、なんか、yeah. ヒップホッパーみたいな、ヒップホッパーみたいな格好しちゃって。もう帰ろう、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 もう帰ろう。気を取り直して、では、行きますぞ。はいよ。マジバナナじゃなくていっちゃない。じゃあバナナ以外のものでいきますね。じゃあラブオンで始めたら、じゃあラブオンでしましょうか。じゃあマジカルラブオン、ラブオンと言ったらラジオ、ラジオと言ったらラベラール、ラベラールと言ったら楽しい、楽しいと言ったらオカラ、オカラと言ったらウーマバカ野郎、おおバカ野郎か。いやいや、つなげないと学ばないんか。つなげないと君たちは。これゲームだよ。いやちょっと真剣にやってゲームだから。いやミッドフィールダーからねパスをねもらったらねフォワードを決めなきゃいけないじゃん。そうだよ。そうだよ。ヒップホッパー私超ムカつく超ムカつくんですけど分かった。馬って言わない。すごいディスられる。馬って言わないよ。おかまり楽しいから、ね、じゃあやった。もうおかまりから始めたら。あ、そうですね。あのお題を、はい、そしたらね、うん、ただもう回ってきても埋まってないよ。おかまりから始まるじゃん、うん、おー、なるほどなるほど。そう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 。じゃあ行きましょうか、うん、はいはい。じゃあ行きますよ。マジカルおかまり、おかまりと言ったあ、あれあれおかまりが見てもいいマジカルおかま、あ、岡田の方がいいか。3本岡田にしよう。せーの、マジカル岡田、岡田と言ったら魚、魚と言ったら釣り、釣りと言ったら嫌い、嫌いと言ったら、いや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 はい、罰ゲーム、はい、罰ゲーム。嫌いなものない。水一気はい、水一気本当に水一気、これ結構怖い。700ml あるよこれ。水一気マジで大丈夫。トイレ行きたくない。美味しかったです。ちょっと飲んだだけじゃねえ。いや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 、なんかでもね、こういうね楽しい何今の何楽しい
前振りないんだ。こうやってなんか遊ぶのって小学生以来だなと思って。いや、そうなの。前で遊んだじゃん。MC で確かに。ああ、そっかそっかそっか。でもなんか簡単に嘘つくんじゃないよ。はっちゃけ簡単に嘘つくんじゃないよ。あんた遊んでないなとか言って昨日海行きましたとか本当に誰よりも遊んでるっていう。でもね、楽しいんですよ本当に、ね、いや、それは分かるけど嘘つくなってそうだよ、嘘つくなよ。嘘は良くないよ。すいません。ね、続いてね、まだあるよ。まだあるの。まだね、時間があると思うんで、うん、ですね、まあ、連想ゲーム、山手線ゲームみたいな感じなんですけど、うん、どこまで種類が言えるかっていう、種類ジャンル縛りで、例えば動物とかだったらってこと、うんうん、あ、山手やん。山手ですね。うん、そうね、嘘ついた。それは山手線ゲームって言うのよ。嘘ついちゃダメって今言ったやん。嘘ついちゃダメって。じゃあな、何ゲームやる？山手線でいい。山手線やってみるか。それが山手線ゲーム。山手線ゲームだから。はい。じゃあ山手線ゲーム何縛りでいきましょうか。わかりやすいのがいいな。わかりやすいの。じゃあどうしようかな。魚。魚？わかんねえ。魚でもみんなわかんない。魚わかんないか。困りが優位だよこれは。じゃあ動物にする？動物。OK。動物。行きましょう。行きましょう。じゃあね。山手線ゲームの始まり方どうですか？何だったっけ？なんとかでいっちゃないもん。ワン、ツー、スリー、フォー。メジロ。メジロって、ちょ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 。メジロって何？鳥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 らしいです。メジロ。みんながわからん動物はなしね、もう。って言われたらもう終わり。あ、もう確認。終わってしまった。いいや。うん。これ盛り上がらないって思われたのかもしれない。あー、消極です。今夜も最後までお付き合いありがとうございました。ありがとうございました。番組ではメッセージを募集中です。メールアドレスは love@rkbr.jp、 ファックスは福岡 092-844-8844 です。はい、まあ、今日はねラジオでゲームをお届けするという回でしたけれども、はい、このゲームね結構皆さんの飲み会とかでも、うん、そうですね、きっと仲良くない時にやったら仲良くなれそう、うん、確かになれる気がする。ぜひねこういう合コンとか飲み会の際はやってみてください、はい、ということで来週も聞いてください。お相手は田中玲奈と岡田真理奈と宇津美由紀と宮沢真理でした。また来週、バイバイ。